はい、こんばんは、山城と申します。さあ、ちょっと今回のね、動画からね、アフレコにしてますけどね、っていうのは、これ、生駒山上駅からね、降りてきて、宝山市駅、到着したところですね、生駒ケーブルの山上線から、帰っていくところですね、生駒の方に戻っていくところなんですけど、ちょっとね、風の音とか結構ね、ひどかったね、拾ってしまったと思うんで、ちょっと音がね、良くなかったので、ちょっと試しにね、アフレコで、ちょっとこの回やってみようと思います。ということで、生駒山上駅から、これ、ドレミ号でしたっけね、乗ってね、降りてきましたよと、いうことで、こことね、もう一つの、こっちは40分に1本で、もう一つの方が20分に1本で、こっから生駒の方に行くの方は、本数が多いんで、アクセスはいいと。いうことなんですけどね、まあ、せっかくね、宝山石来ましたし、まあ、フリーキップなんでね、降りてますんで、まあ、降りていきましょうということなんですけど、駅員さんがいないんでね、特に改札というのも、ないんですけど、まあ、いいから、まあ、ね、私はフリーキップだから、まあ、大丈夫でしょうということで、ひとまずね、ちょっと、駅の外に出てみましたというところですね。まあ、駅も、まあ、やっぱりね、崖の上にあるということで、なんか、もうこの家なんかはね、もう崖の上に立ってますよっていう感じですよね。すごい、なんか作るとき大変そうだな。このね、私だったらちょっと怖そうだなってね、普通のところでも思うのにね、と思いましたけど、なんて言ってたらね、こんなところになんかインドネシアの料理のね、お店なんかもね、あるんですね。インドネシアってことはあれかな、ポークとか使わないですよね。インドネシアは、ムスリムの人多いですもんね。っていうことなんかも思いながら、ふらふらと、ちょっと宝山石の前を歩いてます。まあ、昔ながらの感じの、ですから、ケーブルがね、昔から通ってましたから、やはり昔からね、それの影響もあって、観光地として、この辺りもね、栄えたんだなというのがよくわかるところですね。もう観光って書いてありますもんね。で、これね、旅館もね、結構いっぱいあるんですよ。ヤマトとかね、気になりますところですけどね。で、ずーっと旅館がこう、宝山に向かっていくね、こう、街道のところに、ずらーっと並んでるっていう感じだということなんですね。で、この辺りのね、看板とかもすごく風情がありますね。で、これがね、ずーっと登っていくところ。まあまあね、それはケーブルカーが通ってるところですからね、坂道になってますよということで、まあ、ここからの眺めもいいですよね。これがその言っとったヤマトですね。さっき言っとった旅館ですね。で、宝山駅の間とか、喫茶の文字なんかもね、すごくメトロな感じでね、わあ、いいなと思ったんですけど、まあ、さすがにね、ちょっと今から登って降りてすると、まあ、大変なんで、ここはね、これぐらいで折り返して、またね、改めてね、ちょっとこの辺りもね、来てみたいなと思います。ちょうどね、実はこの動画収録してる日にですね、発表がありましたね。この辺り、生駒ケーブル料金の改定をするかもっていう話なんですけどね、まあ、それはそれでまたね、ちょっと詳しく話をしてみたいところですけど、まあ、ちょうどいいタイミングで撮れたかなということですね。で、まあ、フリーキップの場合は、多分フリーキップの対象外になるってなったら、すごくね、話が大きくなってしまいますけど、まあ、今回、多分それないと思いますんでね、まあ、問題なく使えるのかなと思います。まあ、なんか生駒山上遊園地とね、なんかお得なね、キップなんかもできたらいいんじゃないかな、なんて思います。なんて話をね、言ってたら、実はね、ここでですね。覚えてきますね。例えばこれ考えてみたら、今回ターミナルの特集ですから、三条駅でもターミナルでしたけど、ここもターミナルですね。運転丸ってなってますけど。はい。じゃあ、こんな感じでね。まあ、ちょっとね、ケーブルの音なんかをパッと聞いてもらいましたけどね。急に音切れちゃってごめんなさいね。まあ、こんな感じでね、やはり電車じゃないんでね、カラカラカラっていうね、独特のね、音が残っていくということで。まあ、なかなかケーブルカーで乗り過ごすことがね、ないですからね。こういう音が聞けるのも貴重じゃないかなということで、撮ってみました。で、この辺りのね、短歌の文字なんかもね、結構、昔から使ってるのか、そのまま使ってる感じだなっていうのを感じながら。で、これでですね、とりあえず、その巻いてるモーターケーブルのところですね、ちょっとね、撮ってみようってことでね、こっちの方に入れてきてます。ここなんかもね、すごくね、いい音がしてますからね、ちょっと聞いてみましょうか。この機械がずーっとケーブル、ワンちゃんの方をね、下ろしてって、ね、こんな感じで結構いい音がするんですけど、これね、
ちょうどね、ケーブルカーのね、構造がね、こっから見ると分かりやすいですね、上から見ると。今、ブルゴをね、ずーっと下っていくところでね、行き違いになっているところね、あそこのところで、こう、ブルゴが、右手の方にね、画面右手の方に入っていって、右傾向がまっすぐスーッと来て、行き違いをするという構造になってます。これね、面白いのがね、ここでね、ちらっとね、映ってますけどね、特にね、普通の電車でしたらね、この行き違いのところになったらね、このガチャンとね、方向にね、向きが、レールが変わってですね、それで行き先を変えるんですけど、特に動いたりはしないんですよね。代わりになんかすごく独特のね、複雑な構造をしてます。ね、これ普通に見てたらね、普通のね、電車の車輪のイメージで言ったら、いやいやいや、そのまま行ったらね、行き違いしとるけど、いやいや、脱線するちゃうのね、これ。見とったらもう右をこのまままっすぐ来とるけど、いやいやいや、このまま行ったら脱線するんやないのあんたってね、思ってしまうかもしれませんけどね、まあ当然ね、脱線はしないわけです。なんとね、このまままっすぐね、このまま突きちゃうんですよね。これね、どういうことかというとね、これちょっとね、本当にケーブルカーというのはね、この、車輪のところがね、すごく独特な構造になってます。これね、ちょっと後から行った、この後に行ったね、四季山口のところに置いてあったんですけど、こんな感じで、溝車輪になってるのと、平らになってる車輪がある。この2つの車輪で、溝の方がガイドになってるんですね。で、右側の場合は、ですので、この溝になってるのは左側についてるんで、そっちをガイドしてスーッと走ってくるんで、反対側はね、ぐちゃぐちゃになってますけど、平らになってるんで、その上をひょいひょいひょいと渡ってくるだけなんで、まあ、ガタガタってだいぶね、揺れはありますけど、こういう感じで、特に機械構造とかね、そこで分岐器でね、ガッチャンガッチャンやったりすることもなく、自動的にそのままの構造でケーブルね、動かすだけで、なんと行き違いができて、2つの車両が行き来できるんですね。で、それぞれの車両が重しになってて、こう、それでバランスをとってる、バラストになってるってことですね。エレベーターなんかと同じ構造ですよね、基本的には。エレベーターは重しが積んでありますけど。ね、っていうことで。まあ、こちら側のね、で、ここにあるのが、作戦区って、四季一コマ、工作戦区でいいかな。ね、あって。まあ、これがサブ、そのケーブルカーの正式名称ということなんですね。まあ、ここにその保線の、あれですね、多分事務所、駅事務所というかね、がありますよ、ということですね。で、まあ、な感じで、北九州ところからの感じは近鉄っぽいですよね。昔ながらの近鉄な感じがすごく残ってる駅で、それもね、まだいいところですし。で、これね、そういえば、鳥橋へ通ったなということでね、今からね、上の方に、登ってね、ターミナルをね、取っとこうってことなんですけど、その前にちょっと車両としてますけどね、あっちの古い車両もね、結構動かしてるみたいですね。それでお互いメンテナンスしながらこう使ってる感じらしいです。で、これはね、パンタグラフはね、ありますよってことです。電車じゃないんですけど、ね、パンタグラフはあって、中の空調とか用にね、あとかライトとか、ね、空調用に、このライトはと、電気は充電できるようになってますということですね。で、これがね、ターミナルってことでね、まあ、車止め標識とかもね、ない、ケーブルが独特の、形になってますけどね、これがね、ターミナルということでね、ここはですので、ターミナルが3つあるんですね。こうね、2つの回線のやつがあるってことなんで、すごくね、独特ですよね。普通の、多分ね、地図とか見てるとね、こういう構造になってるとわからないんです。私もね、知らずに行ってね、行ってから、あ、そうなんやって知ったんですけどね。まあ、鉄道詳しい方ならね、この三条線とこう分かれてますよっていうのはね、有名なところなんでしょうけど。ということで、まあ、皆さんね、乗客が降りられましたよってところでね、交換もないんで、三条線との交換もないんで、もう当然ね、私ぐらいしか乗る人がいなかったんで、しばらくね、一人で、こう、開始式で、ここで、ね、駅員さんに扉の開け方とか寄せてくれてね、ボタンを押したら開けますんでね、ありがとうございます、なんて会話をしながら、これ、ね、シートをね、見てみると面白いですよね。向けがおぶるかの、デザインに、ね、なっておって、まあ、いかにもね、この、遊園地にね、遊びに来る子供たちをね、意識してる作りなんだな、というのはよくわかりますよね、このあたりでも。で、上の方のドレミ号とかも、この、ミケ号、ブル号のね、デザインになってました。このね、やっぱミケブル号がね、一つ、この生駒ケーブルの看板電車っていうわけでございますね。まあね、近鉄はいろんなね、看板電車がありますけど、これもまたね、ユニークな車両ということでね、
この後行く四季山口は四季山口でまた面白い車両がありますからね、それも見たいところですよ。これはね、運転台ではないんですよね、いわゆる車掌台っていう扱いになるのかな。ここには、運転室ではないので、まあ多分非常ブレーキとかそういうのはついてるはずなんですけど、車掌さん一応ね、ここに乗るのが車掌さんって扱いになるみたいですね、その何て言ったらいいの、鉄道工場というのかな、うん、で、まあ、後ろ側だけこっちの上の方を向いとって、これで、あ、そうか、ターミナル取ってるんですね、取り忘れ取ったということでね、改めてターミナル取って、この上に映ってるこの部屋、ここが運転席というのがあります。で、ここで運転手が、ですので一度に2台ですね、2つの車両を、2号車を1つの、モーターで、動かして、運転をしますということね。それの、補助役としてそれぞれの車両に、1名ずつ、まあ、係員さんみたいな感じですけど、一応車掌さんという扱いで乗るって形みたいですね。で、優先座席はね結構ほとんど取ってあるんですねっていう、のを取って、まあ、取り方としては、2席と2プラス1席になるのかな。ですので、まあ、見方によっては、アーバンライナーのデラックス席とかね、火の鳥のプレミアム席みたいなね、プレミアムシートみたいな感じとも言えなくもないですけど、まあ、どちらかというと、あっちの方が近いですね、シートの感じは。アスナロー鉄道とかのナローゲージのね、シートの方がイメージが近いかなって思います。まあね、乗ってね、見る分には全然ね、少しのね、移動でね、こう乗る分には全然ね、問題ない感じでしたよと。いうところで、まあでもやはり景色はいいですよと。ね、三条駅から比べるとだいぶ下がってますけど、ね、これでもね、ずっと見るし、これが生駒駅のところですね。もうここら辺まで来たらズームで映せるなっていう感じの距離になってきましたよと。いう話をしてたらね、別のね、お客様はね、親子連れさんがね、乗ってこられたんで、まあこの辺りでカメラを止めて出発していく形になります。ということでね、この動画は以上で締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。